菅内閣支持と不支持、はい、内閣発足以降初めて逆転と、はい、これ NHK の世論調査なんですけど、うん、はい、菅内閣を支持すると答えた人は先月より2ポイント下がって 40%、 支持しないと答えた人は5ポイント上がって 41% で、うん、支持と不支持が逆転しましたと、はい、新型コロナウイルスに自分や家族が感染すると不安をどの程度感じるか聞いたところ、大いに感じるが 45%、 ある程度感じるが 42%、 あまり感じないが 9%、 全く感じないが 2% でしたということです、うん、まあ、今冬っていうのもあるでしょうけども、はい、確かに死者は結構ペース上がってきてるんですよね、確かにね、うんうん、いうのがありますので、はい、結構恐怖感を感じてるっていう方も多いんじゃないかなと、うん、はい、思いますね、うん、でコロナ対応、まあ、政府のコロナ対応ですね、はい、政府のこれまでの対応について大いに評価するが 3%、 ある程度評価するが 35%、 あまり評価しないが 41%、 全く評価しないが 17% だったと、うん、なので、まあ、評価しない人の方が多いのがまあ現状ですよね、はい、で今緊急事態宣言が、まあ、1都3県だけじゃなくて、まあ、拡大されて福岡とか、はい、なんか栃木とかまで広がっているんですけども、この緊急事態宣言のタイミングをどう思うか聞いたところ、うん、適切だは 12%、うん、遅すぎたが 79%、うん、宣言を出すべきではなかったが 3% だったということですね、うん、はい、これちょっとここでアンケートすると違う結果が出るんじゃないかなと、うん、確かにね、うん、まあ割と楽観視している人が多い、うん、とは思いますけど、まあ、楽観視といっても、はい、じゃあ好き勝手いきゃいいじゃんっていう派でも僕はなくて、まあ、はいはい、うん、そうですね、まあ、その別に普通にね、はい、マスクして、うん、まあ、アルコール消毒して、ね、節度ある、はい、なんていうか行動を取ろうっていう、はい、うん、それは徹底的にやって、まあ、いますからね、まあ、それでいて、まあ、自分のできる範囲で、はい、経済活動もやると、はい、風君なんてほとんど人に会わないですからね、そうですね、はい、ほとそうですね全然人に合わないじゃないですか。ただこれは、はい、以前からそうなんですよ、はい、コロナ関係なく全然人と合わないっていうコロナだから人に合わないようにしてるわけじゃなくて、そうですね、そもそも合ってないと、僕はただ、はい、いつも通りの生活をただ続けてるだけっていう、はい、そんな感じですね、そうかそうか、はい、まあ、なので、うん、ただこの前また僕温泉に行ってきたんですよ、はいはい、こういうちょっと宣言下ではありますけども、うん、先月行って良、うん、かった温泉にまた行ったっていう、また行った、はいはいはい、で今もう本当に、うん、涙ぐましい企業努力というか、うん、今 GoTo が停止されてるじゃないですか、うん、はい、で緊急事態宣言が出て、うん、まだまだこれ停止期間長引くだろうなというのが予想されますけれども、うん、そのホテルが独自にクーポン出してるんですよ、うん、で今その GoTo なくなったから割高感出ちゃうじゃないですか、うん、あ、そうですね、金額の、はいはい、だからもう独自にクーポン出してまた来てくださいっていうのをやっていて、うん、割引します、本当にだから涙ぐましい、いいね、うん、いいね、いいね、努力をしてるなと、はい、いう感じでしたね、うんうん、まあ、だからなるべくそういうところ使っていきたいなと、ああ確かにね、はい、そうそうそう、いや本当ちょっと大変だと思うんですよね、うん、事業者の方だって、まあ、業界によってはね、うん、すごく大変な、で温泉宿とかだったら、うん、まあ、そんななんか人と接触することもないじゃないですか、まあ、夕食はちょっとこう食堂で取るとかっていうのありますけど、今ソーシャルディスタンス取って、うん、まあ、例えば、まあ、夫婦で行ってもこう横並びで座って食べるとか、はい、うん、そういう感じになってたので、うん、まあ、そんな問題になるようなことではないんじゃないかなと思いますし、多少こう消費もしていかないと、はい、うん、夫婦でも横並び、そう横並びなんですよ、いや、まあ、うん、外見えるんですよ、はい、外、あ、なんかこう夜景を見ながらっていう、はいはい、まあ、夜景って言ってもちょっと若干街から離れたところなんで、はい、大した夜景じゃないんですけど、はいはい、ただ外見ながら夜景が見えるカウンターがあると、うん、そう、そんな感じです、そういう形で、なるほど、はい、はい、まあ、なんで、はい、分かりました、行ってよかったなと思います、はい、失礼いたしました、はい、ということで、まあ、菅内閣の支持率が下がっているということなんですけど、はい、うん、やっぱ僕は割と今こういう状況だから、はい、しょうがないと思ってる面もあって、はい、誰がやっても難しいと思ってる、難しいよ、この人もこの人 もう好きかって言うからね、うん、いろんな業界の人も、ね、そうですね、はい、まあ、ですから、まあ、安倍前総理もそうだし、はい、多分今、うん、例えば河野太郎さんとか、はい、まあ、誰でもいいですけども、うん、そういう方がなっても、うん、そんなに大差ないんじゃないかなと思うんですよ、はい、うん、三遊亭歌子倉師匠ですね、新年の挨拶遅れて申し訳ございません、いやいやいや福岡も緊急事態宣言が発令され、ね、口座が2つ飛びました、飲食業の友人は悲鳴を上げていますが、うん、県知事はバカ割りですねと、あ、そうですね、このちょっとコロナ、まあ、怖い、怖いというかこの対策がね、うん、飛び火した業種っていうのはちょっと怖いですよね、うん、そうですね、はい、だって8時までって飲食業にとってはもう
死ねみたいなもんじゃないですか。そうもう今今日来る時も、うん、まあ、結構ギリギリに来たので8時過ぎてたんですけど、うん、結構もう閉まってるところが多かったですね。あ、そう、うん、昨日もほとんど、閉まってましたね、うん、ラーメン屋だけでしたね。あ、無視して開けてる。あとはジムとかも8時までなんですよ。それ昼のジムと夜のジムってどうリスク違うのっていう感じしますよね、はい、うん、昼のジムって言うとなんか仕事みたいな感じですけど昼のジムと夜のジムそう、なんかどうリスクが違うんだろうって、まあ、8時で閉める意味ってなんだろうな。そうですよね、なんかお酒の提供はもうちょっとね、早い段階で終わりとか、うん、はい、ありますし、はい、そう絶望的な状況ですよ、はい、でですね、今寒いじゃないですか、はい、まあ、大雪降ったりとか、はい、でさらに今ステイホームで家にいる方が増えてると思うんですよ、はい、そんな中ピンチなのが電力なんですよね。今ね、暖房代もすごい使ってますからね。そうですね、はい、J パワー石炭火力を重油で緊急再稼働、電力逼迫でと、うん、これ日経新聞の記事ですね、はい、発電事業者の J パワーが電力需給の逼迫に対応するため停止中の石炭火力発電の燃料に重油を使い14日にも稼働させることが分かった。停止中の発電所は石炭を砕く設備が故障しているが発電設備そのものは動かせるため、緊急的に重油を使うと。石炭火力の主力燃料に重油を使うのは極めて異例な対応だと、まあ、言い換えると、はい、それやんなきゃいけないほど電力めっちゃ逼迫してるってい う、うん、 そうね、そういう状況ですよね、はい、暖房向けの電力需要が増加する一方、発電燃料の LNG、まあ、液化天然ガスが不足し、全国で電力需給が逼迫している、はい、大手電力は各社で電力を融通したり、石炭などの火力発電所の出力を引き上げたりしている。10日には大手電力各社が家庭や企業に対し生活に支障が出ない範囲での節電を求めたと、うん、でこの LNG の在庫不足というのは当面解消されない見込みだそうなので、はい、うん、はい、しばらくはこういう状況が、うん、綱渡りの状況が続くみたいですね、はいはいはい、うん、結構なんかもう 90% 以上稼働しているような、はい、うん、ギリギリの状態に、ね、いや今年特にここ数日寒いですからね。寒いですね。外は横浜とかでも3度とか2度とか、うん、はいはい、ですからね。そうですよね、はい、だからここで考えなければいけないのは、はい、やっぱり幅広いその電力を供給する、うん、まあ、発電する手段というのは必要だなっていうことですよね、はい、だからこういう時に例えば雪で埋まっちゃったんで太陽光発電できませんってなったら、うん、どうにもならないわけじゃないですか。そうだからもちろんその自然エネルギーに今後変えていきましょうっていう論理は分かるし、はい、まあ、やりたきゃやればいいんですけども、はい、こういう時にやっぱ、うん、こういう時にやっぱ原発がそのベース電源としてあったら違ったんじゃないかなということですよね。そうですで原発もそれすぐに動くわけじゃないので、はいはいはい、じゃあ今もう明日から再稼働とかできないわけですよ、うん、はい、明日からもう 100% 稼働できるみたいな状況にはならないので、うん、やっぱもう早めに手を打って、はい、というかなんならこういう状況ってある程度読めたんじゃないかなと思いますけどね。そうですね、うん、だって今コロナじゃないですか、はい、それで冬来るっていうのは毎年来るわけですから、今年の冬は夏みたいに暑かったみたいなあとないわけですから、これから特に寒いですからね、うん、1月2月が一番寒いわけですからね、うん、これはちょっとどこまでエアコン代暖房費がねかかるかなっていうのはちょっと思いますね、うん、いやだから電力をなんとかするためにも、うん、はい、まあ、原発再稼働というのは早めに決めた方がいいんじゃないかなと、はい、うん、まあ、もちろんだから将来的にやめるというのはやめるで、はい、別に僕はいいと思うんですけど、うん、今あるんだから早く使えよっていう、そう、うん、まあ、安全基準とかいろいろありますからね、はいはい、難しいところですけど、停電したらシャレになりませんからね。そうこんなんで、はいはい、最近もう毎週恒例のように土曜日に生放送やってるっていうのが、はいはい、そうですね、ありますので、大人気の番組ですね、あれ土曜日全然記憶ないんですけど、ほぼぶっちゃけあそこまで言うかっていうふうにうちのスタッフも驚いてました。なるほど、はい、ただまあ、はい、なんていうかそこまで、はい、なんか突拍子もないことは言ってないと思うんで、いや結構ね、はい、裏事情、裏事情が、はい、ニュアンスが伝わるんでね。あ、なるほど、はい、一人でじっくり話すとね、はいはい、そうですね、結構好評なんじゃないかと思います、ね、まあ、コメントを見ながら、はい、まあ、皆さんとこう対話形式でやっていくと、そうですね、はい、いう感じなので、うん、まあ、ぜひその、土曜日にも見ていただければなと、そうですね、いう感じですね、はい、先が回ると最近やばいと言われる風くんですからね。いやでもそんな極端な失言はないと思うんで。あ、そうですか、わ、はい、かりました、まあ、記憶にないだけ
え、記憶にない、記憶にないけども多分大丈夫じゃないかなっていう、はいはい、なるほど、すぐ消せば大丈夫じゃないですか。